つあと2匹だったのに。いや、2人ともさすがだな。でもスイッチはしっかり使えたし、得るものも多かったかも。マトイ、ありがとう。ありがとう、アスナ。途中何度も負けるかと思ったよ。キリトさんとアスナ、息ぴったり。そうね、ずっと隣で一緒に戦ってきたからね。そうなんだ、二人はとっても仲良しなんだね。ああ、苦楽を共にした仲間だからな。あなたたちも素敵なカップルじゃない。今回の勝負は俺たちの負けだ。ちゃんと報酬を渡さないとな。はあ、嬉しいな。なんだろう。まあ、俺たちが習得している技っていうのかな。それを二人に教えたいんだ。説明しづらいんだが、演武みたいなものだと思ってほしい。そうだね、試してみたんだけど、動きは再現できても敵にはダメージはなかったから。よくわからないけど、二人が教えてくれるっていうなら頑張って覚えてみる。ああ、見ててくれ。スターバーストストリーム、マザープロザリオ、俺のソードスキル、スターバーストストリームとアスナのマザーズロザリオだ。二人ならきっと動きを再現できると思う。私のマザーズロザリオはとても大事な思い出が詰まっているの。あなたたちなら大切にしてくれるよね。ありがとう、
アスナ、大切に、本当に大切にするよ。二人にはいろいろ世話になった。だから話しておきたいことがある。以前にも話したけど、俺たちはこのオラクルとは全く違う世界から来たんだ。どうやって来たのかとかは詳しくは話せないんだけど、ごめんね。ううん、オラクルとは違う世界があるってこと私たちも知ってるから大丈夫だよ。そうか、二人にも同じような経験があるんだな。俺も過去にいくつかの世界に行ったことがある。今はもっぱら ALO って世界にいるんだけど、ただ最近いろいろな世界で二刀流を試してみたいと考えるようになったんだ。そうすることで自分が剣士として成長できるんじゃないかと思ってね。どうしてそう思ったの？話すと長くなるから簡潔に言うと、そう考えさせるような実体験がここ最近立て続けに起こったんだ。キリト君で、いろいろな VRMMO、 いや異世界の二刀流を調べていたらこのオラクルに行き着いてさ。なんだか妙に気になって、思い切ってこの世界に来ることにしたんだ。最初それをキリト君から聞いた時はびっくりしたよ。けどなんだか楽しそうだから私も一緒についてきちゃった。最初は少しこの世界を巡って、会わなかったらすぐに元の世界に戻るつもりだったんだ。だからアスナが一緒についてくるって言った時は反対したんだけど。けどついてきてよかったでしょ？ああ、アスナのおかげで二人とも知り合えたし、二人にこの世界の良さを教えてもらった。忙しいのに俺たちに付き合っていろいろと教えてくれて感謝してる。二人とも本当にありがとうね。けどそろそろ元の世界へ戻るつもりなんだ。待ってる人たちもいるからね。待ちくたびれてるかも。そうなんだ。また遊びに来てくれる？当然。今度は仲間と一緒に遊びに来るからね。マトイをみんなに紹介したいから。うん、待ってるよ。じゃあな、二人とも。オラクル、最高だったぜ。また近いうちにな。またね。いろいろ分からなかったこともあったけど、とってもいい人たちでよかったね。早くまた会えるといいな。失礼します、シエラです。で、あの二人はもう帰ってしまわれたんですね。お疲れ様でした。例の調査結果をご報告しますので、環境まで来てください。お休み中なのに急な依頼にご対応いただいてありがとうございました。うん、キリト君やアスナとお友達になれてすっごく楽しかった。そうだよね。そうそう、そのお二人ですが、
まずアースガイドのエンガさんと連絡を取ったところ、地球からオラクルへのアクセス記録は見当たらなかったとのことでした。また彼らが口にしていた ALO という名前のゲームも地球には実在しないそうです。え、そんなはず。もしかして本当に異世界から来た人たち？別の世界から来たっていうのは、私たちに気を使って言ってくれたんだと思ったんだけど。そうですね、おそらく半分正解で半分不正解です。シエラちゃん、どういうこと？72通りの仮説を立て、演算能力を駆使して全て検証した結果、最も有力な説が、彼らはエンガさんたちの地球とは別の世界の地球からやってきたという説です。別の世界の地球ってどういうこと？平行世界の概念はご存知ですか？マルチバースとかパラレルワールドとか言い方はいろいろあるんですが、要は今私たちがいる世界とそっくりだけど別の世界が存在するという概念です。実際過去にも転送時のトラブルでアークスが座標不明の世界に迷い込んだ事例も報告されています。理由は不明ですが、何らかの原因で彼らの地球のザ・シードとこちら側の地球のエスカが干渉、奇跡的に世界がリンクし PSO2 のようにオラクルにログインという形で入ってこられた。そして彼らのアバターは彼らが持つ何らかの強い思いや記憶から具現化された幻想体ですから、本人たちはゲームで遊んでいただけでオラクル世界とは知らずに幻想体を操っていたという説です。そういえば二人とも自分たちの服が直前までいた世界のものじゃなくて昔にいた世界のものだって言ってたね。真相はわからないけれど、きっと忘れられない思い出があの服にはあったんだろうね。ですが、奇跡は何度も起きません。元の世界に戻ったら、おそらく二度とオラクルに来られないでしょう。そんな、もう会えないの？せっかく仲良くなれたのに、またねって言ったのに。この通信は、アスナ？よかった、つながって。あのね、キリト君がね。なあ、やっぱり負けたままじゃ納得がいかない。最後にもう一回、向こうに戻る前にリベンジさせてくれ。いつもの場所で待ってるからな。秘策を思いついたんだ。今度こそ勝つ。キリト君ったら負けず嫌いなんだから。マトイ、私ももっとこの世界の料理を堪能したい。フランカズカフェに行こう。やった、また会えるんだ。いつかは終わりが来ると思います。でもその時までお二人にはオラクルを目いっぱい楽しんでほしいですね。